渡辺の綱は、江戸時代後期の終わり半画老、茶人。渡辺半蔵屋十代当主。完成四年、三河国奥殿藩四代藩主、松平の友の次男として、江戸で誕生した。今日は二年、叔父で三河寺ブ領主である、渡辺綱子の養子となり、名古屋に移る。文化元年、養父の隠居により、家督を相続。文化五年、江戸に下って、 終わり藩十代藩主、徳川成友に拝越し、同年江戸城で十一代将軍、徳川家成に拝越する。文化十四年下藩の列に加わる。同年、十五医下兵庫頭に助任。文政元年、下藩を免じられ、サビ会の処分を受ける。文政二年、隠居して、家徳を、嫡男の根逸ツに譲った。天保六年、出家して、兵庫入道と名乗る。 また非おと合し、佐藤等、風流に生きた。実定の裏千家十一代、玄元再生中創出は、のりつなの仲介で、尾張藩に出資し、十二代藩主、徳川成高の主となった。成高は、歴代の藩主の中でも特に佐藤に熱心で、のりつなや元言祭の影響もあり、それまで裏九流であった、尾張家の佐藤を、裏千家に改めた。元年、 家督を継いでいた孫の綱林が急死し、生まれたばかりの綱里氏が家督相続することなり、祖,祖父としてその貢献を務めた。明治元年、兵庫頭打ちす。明治4年1月18日死去、去年80。ありがとうございます。